全国有数の神楽どころ広島県。県内では200を超える神楽の団体が活動をしています。見れば見るほど好きになる広島神楽の魅力に迫ります。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は芸予諸島の神楽を紹介します。瀬戸内海の島々とその沿岸部で回れている神楽です。呉市の広小坪地区にはおよそ200年の伝統を持ち、呉市無形文化財に指定されている小坪神楽があります。大三島で神楽を覚えて帰って、小坪で参り出したというが言われだと言われております。小坪神楽はむしろ2枚の上で舞うのも特徴の一つです。また自治会が中心に伝承を行っており、地域一体となって伝統を守っています。憧れ的な存在だったんで、神楽を舞っている人たちが、それをなんか自分が舞えてるのはすごいありがたいし嬉しいなという思いで舞ってます。小坪神楽は地域の暮らしと密接に関わりながら愛され続けています。